皆さんこんこにちはレクセン人講師の伊藤です、えー、それでは CFP のガイダンスですね、えー、国際ライセンス CFP 資格を目指すということでガイダンスを始めてまいります。よろしくお願いいたします。えー、このですねガイダンスは2021年6月 CFP の試験ここをですね受験する方に向けて、えー、これからいろいろな情報をお話をしていきたいと思います。 簡単な資料の方もありますので時々画面の方を使ってですね資料の方もお見せしていきたいと思うんですが視覚説明会などで出席されている方はお手元の資料の方をですね活用してお聞きいただければと思います今回のガイダンスなんですけれどもまあ、6月の試験ということになりますまあ、今ですねこうしてこのガイダンスを聞いていただいている方まあ、今現在がですね試験まであとどれぐらいの期間があるのかということによっても これからの勉強方法などが変わってくると思いますまだ半年近く試験まで残っているという時期にこのガイダンスを今見ていただいている方あるいはもうすでに試験の出願が終わって勉強も進んで試験が直前に迫っているという方も中にはいるかもしれません。その時期のですね違いによってやはりここで考え方も変わってくると思いますからいろいろな角度からその時間的な違いについても触れていきたいと思います。 そしてもう一つはですねこのの CFP 試験今回が初めての受験をするという方とそれから既に科目合格をしているという方でもやはり対策が変わってくると思うんですね。初めて受験をする方にとってはどういう準備をまずしておけばよいか準備をした上でどのような形で学習を進めるか勉強方法ですねこの辺りについても詳しくお話ししたいと思います。 そして科目合格をすでにしている方にとっては、あと何科目かというところになっていると思います。今回の6月の試験で残りの科目を合格することによって、6科目合格というふうにつながる方も多くいらっしゃるのではないかと思います。場合によっては、今まで受験をしたけれども合格できなかった科目があって、そして再受験となる科目という方もいらっしゃるかもしれません。 今まで合格できなかった科目を再度合格するためにはどういうことが必要になるのかということ、まあ、こんなこともですね少し含めながらお話をしていきたいと思います。まず全ての方にとってこの CFP の試験というものやはり難易度が高い試験だということは常々言われているところなんですがその勉強の方法という中で一概に難易度が高いというふうに考えずにどのように対策をとっていけば 自分にとって確実に合格ができる試験なのかということを考えていく必要があるんですねまあ、そんなこともこの後ガイダンスの中では十分にお話をしていきたいと思いますがまず1点目について CFP の試験を今回初めて受験をするという方にとって CFP の試験というものは出願をするための要件というものがありますそれは2級に合格をしているということ そして AFP の認定者であるということこれが必要になってくるんですね今までの FP の勉強ということを2級合格まで積み重ねてこられたと思いますそして AFP の認定研修を修了し今現在 AFP の認定者であるということがこの CFP の試験の受験要件ということになるんですね仮に2級の試験には合格をしているけれどもまだ AFP の認定を受けていないという方は 6月の CFP 試験を受験するためには、まず行わなくてはいけないのが AFP の認定者になることなんですね。このスケジュールについては、試験団体である日本 FP 協会のホームページに詳しく書かれているんですが、まず一つだけ日付を申し上げておきましょう。まだ AFP の認定者になっていない方、4月の21日まで AFP の認定者になるための手続きが必要になります。 もちろんそのためには認定研修を終了するということが必要になるんですが期日で申し上げておきますと4月ののの21日ままでににに AFP 認定者ななるための手続きこれが必要になります詳しい内容については FP 協会のホームページも見ていただきたいと思いますがこの AFP の認定者になっておくということが受験要件であるということをまず押さえておきましょう。そのようなな受験要件などを含めた この FP 試験の資格制度について資料の一つ目のところでまとまっているところがありますからそこで内容を確認していきましょう資料の1ページ上のところですここに一覧表という形で資格の分類というものがあります CFP AFP と書かれた左側については NPO 法人日本 FP 協会が認定をしている民間資格になりますそして今回のこのガイダンスのタイトルにもあるように CFP 資格というのは国際ライセンスとこのように呼ばれているんですね。で、それに対して AFP の資格、これが国内のライセンスである普通資格として同様に FP 協会が認定をしているということになります。そして表で言うと真ん中から右側のところ、1級、2級、3級と書かれた FP 技能士資格というものがあります。こちらは国家資格ということになっていますね。そしてこの中で 二級の fp 技能士というところに受験をするためには三級合格者であることあるいは実務経験を有することと書いてあります同様に二級 fp 技能検定を受験するために afp の認定研修を終了することによって二級受験をした方にとって afp の認定者になられているという形で進んできたと思いますこのように表の中にもあるように afp という欄認定研修の終了という言葉がありますが CFP を受験するためには AFP 認定者であるということが必要になるんですねこれを表の中でここに受験要件 AFP 認定者と書かれています AFP 認定者となるためには認定研修の終了が必要であったということでしたねこれを 終えていない方はまず CFP の受験にあたっては AFP の認定ということをするこれをまず心がけていきましょうそして CFP あるいは AFP としてもう一つ課されているものが資格の更新と書かれているところですね2年ごとの更新が必要と書かれていますこれは継続教育単位という言い方をして単位数一定数を確保していかないとこの資格認定を 更新することができないということになっているわけですねつまり CFP であり AFP でありこの場合には継続的な研修を受け続けて新しい情報をアップデートしていく必要があるまあ、このようなことも課されていることも合わせて覚えておいてください具体的には今現在 AFP 認定者の方は そののの AFP 資格更新のためにに2年間に15単単位位継続教育単位を必要としているはずですこの2年間の15単位の継続教育単位これを取得するための方法の一つとしてはこの後にお話をしていく CFP の受験のための講座この講座などを受講することによってもこの継続教育単位の取得をすることができるということになっているんですね。 そして AFP 認定者である方は2年間で15単位 CFP の認定者になると今度は2年間でその倍30単位というですね単位数をもって CFP 認定者としての2年ごとの資格の更新ができるということになっていきます。 今回皆さんが受験を目指すそして合格を目指すという cfp の認定者になるためにはやはり afp 同様と同様にこの資格の更新が必要ということを合わせて覚えておいていただきたいと思いますこのようにすべての方が二級に合格をしそして afp の認定者になってそして cfp の受験に臨むという形で進んでいくんですけれどもでは 少し勉強方法についてのの点目のお話をしておきたいいと思いますその2級の FP の試験これの合格をした時期これがいつであったかによってもやはり勉強方法が変わってくるんですね今回の2021年の6月の CFP 試験を受験するにあたって直近に2級試験に合格をしたという方にとってはまだ必要な情報はほぼ 忘れれるることがなく覚えている時期かもしれません例えば2021年の1月の FP 技能検定で2級に合格をした方直前まで2級合格のための勉強をしていましたからその知識を十分に持って6月の CFP 試験に臨むことができるはずです。ところが2級に合格をしてから時間が経ってしまっている方 もう1年以上あるいはそれ以上2級合格から時間の空いている方にとってはまず必要なことこれは2級までに覚えたことをもう一度確実にしておく必要があるんですね。CFP 試試験験はは難易度が高いいであるととうことは最初にも申しし上げました,ただ全ての問題が全く新しく分野から出題されるわけではありません。 FP の試験という一つの流れの中で3級試験で覚えたこと2級試験のために得たことこれを使って十分に解いていくことができる問題というのもこの CFP 試験の問題の中には含まれているんですね。そこで必要になってくるのは2級までののの学習の際覚えたことことれをももう一度確実なものにしてておいいください仮に2級までの教材がまだ手元にあるという方は。 少し苦手な部分があれば二級までの教材を見直すということでも良いと思いますこのように二級までの復習ということを今強調して申し上げている理由というのが CFP の試験は二級までの試験と違って科目別の試験になります二級までの試験であればそれが学科試験と実技試験というように区分けがされていてその学科も実技も 6つの科目が総合的に出題されていましたつまり6つの科目を平均的に得点を取るでもよしあるいはある一定の科目について高得点を取るでもよしつまり全体として一定の合格の基準に達していれば2級までの試験というのは合格することが可能であったんですねところが CFP 試験は6つの科目を科目別に試験をすることになりますつまり 得点が取れないという科目が出てしまうとその科目の合格には非常に難しさが生じてしまうわけですね。このように科目別に合格をしていかなくてはいけないというのは一方では苦手なななな科目を作るるここととととがいいいいいよううにしなくてはいけないということも言えると思います。そのためには2級までの学習の際場合によっては苦手になっていた科目あまり得点が取れない科目 仮に得点が取れない科目があっても、他の科目で補うことによって二級試験の合格にはつながったということになっていても、その得点が取れなかった科目についても、十分な底上げをしておくということが必要になってくると思います。そのために必要なことが、やはり二級まで学習した範囲についての復習ということを心がけていきましょう。特に二級の合格から今回の CFP の受験までの時間が空いている方にとっては、 そのあたりを留意していただきたいと思います資料の方は1ページのところ下のところにはこのライセンスそれから会員数等の資料が載っていますここはもう参考資料ということにさせていただきたいと思います資料の2ページの方に入っていきましょう今度は試験の概要について書かれているところがありますまず試験概要の中でここにも注目していただきたいところですが試験日ですね 2021年の6月の試験ということで日程はすでに決められています6月の13日それから6月の20日 CFP 試験はこのように2日間にわたって科目を分けて試験をするということになっているんですねこれから初めて CFP 試験を受験する方にとってはまずこのスケジュール感ということも覚えていく必要があると思いますそしてもう一つ重要なのが この6月13日あるいは20日受験するにあたっては当然その前に試験の出願をしなくてはいけませんこの試験の出願は4月の7日から始まっていますつまり4月の7日から試験の出願の期間の間には出願を終えておかないとこの試験日受験することは当然ながらできなくなってしまいますねそしてその出願の期限ですけれども インターネットでの出願ということになると5月の10日までということになっています遅くとも5月の10日までにはこの6月試験の出願をしておかないといけないということも心がけておいていただきたいと思います次に試験概要の中を科目その他について順番に見ていきましょうすでに科目合格されている方にとってはこの内容ということは十分に把握されていると思うんですが 試験時間は各科目120分とあります。一科目120分、2時間の試験を行うんですね。そして試験の出題の形式は四択一です。四択問題マークシートに対してですね、適切なものあるいは不適切なものというものを選択してマークをしていく形式での四択問題です。そしてこれは一科目について50問出題されます。各科目の出題 数は50問とありますね50問という問題が全て4択問題試験時間は2時間、まあ、こういう中で構成されている1科目の試験ということになるんですがまずここで試験の時間というものと問題の数ということを考えた時かなりスピードを上げて1問ずつ回答していかないとこの限られた時間の中で すべての問題を十分に回答し場合によってはそれを見直すということは非常に厳しくなると思いますつまり時間をですねどのように把握して五十問に臨むかということもこの合格のするための非常に重要なことになっているということも合わせて覚えておいてください試験の概要の第一日目科目がすでに決まっていますといってもこの科目の順番というのはですね過去の CFP 試験 行われている中では常にこの流れになっていますからすでに科目合格をされている方にとってはこの中のある科目については合格済みということになっているでしょう初めて受験する方にとって第一日目金融不動産ライフプランニングという形で三科目が行われますそして第二日目リスクタックス相続この三科目を第二日目で行っていくんですね ここには具体的な時間は書かれていないんですが発表されている試験のタイムスケジュールでいきますと1科目目、例えば第1日目の金融資産運用設計であれば午前9時30分から試験が開始されます。そして試験時間が120分ですから金融資産運用設計は9時30分から11時30分という試験時間です。その後1時間の休憩を挟んで 2科目目にある不動産運用設計が12時半からさらに1時間の休憩を挟んでライフプランの科目は第1日目の15時30分からとということになりますつまり1日目3科目続けて受験をするという方にとっては9時半から夕方の17時半まで試験時間が合計すると6時間続いていくということになるんですね。 同じタイムスケジュールの中で第2日目も行われていくということになりますこのように試験時間というものが2時間でありそして1時間の休憩を挟むという流れの中で複数科目を受験するということに対する考え方ここも合格のための非常に大切なことになっていくわけですね1日に3科目2日目も3科目 つまり今回の6月の試験で6科目のすべてを受験をしようと考えたときにはもちろん学習の進度ということも重要になりますが試験当日のまあ体力的なななな部分ととととといいいいいううここも非常にに気をつけけてておかくはる思ますそこでこの CFP 試験というのはその下にも書かれている通り1科目ずつの受験そして合格が認められているということなんですね。 一科目ずつですから仮に方法論としては今回の6月の試験では6科目のうちのどれか1科目を受験をしようということでも良いと思いますあるいは第1日目に1科目そして第2日目に1科目今回の6月の試験では2科目を受験しようという計画を立てる方法もあると思います今までの受験者の結果を見ていきますと平均すると 受験者は二科目から三科目程度出願をしているというケースが多くなっているようです。もちろん科目合格をしている方にとっては。残りの科目の受験ですから、それが一科目や二科目になるということも含めた。平均値でいきますと、およそ二科目から三科目程度の出願なんです。一方で合格率の部分を見ていきますと、六科目をすべて出願をして。その。 試験の中で全て受験をし6科目が同時に合格するといわゆる一括で合格できるという人は10%に満たないという数字になっているんですねこのように科目受験ができるということをある意味効率的に考えてそして6月さらにその次にある11月といった形での分割しての合格の対策を立てるということもこの試験では重要になってくると思います 今回の6月で2科目や3科目そして残りの科目を同じく2021年の11月での合格を目指すという方法でも効率的な学習ができるのではないかと思います。そのののの科目の選択ととということを含めた次の部分で合格率と合格格率基準というところを見ていきましょう。 ここには2019年に行われた2回の試験での科目別の合格率と合格の基準というものが書かれています2020年は6月の試験が中止になりましたですから2020年は11月試験だけを実施したということになっているんですが今日の段階ではまだ2020年の11月の試験結果は公表されていませんしたがって今回の資料では 2019年の合格率というものをまとめてあります合格率は金融で11月試験であれば29.6%であったとこのように見ていくことになりますねそして合格の基準という数字が並んでいます例えば2019年11月試験の金融27不動産が30ライフが28とこのように続いていますこの数字というのが 合格をするために必要であった正解すべき問題数であったんですね。つまり、五十問出題がした五十問の出題があった中で、金融については二十七問以上正解をすると合格であったということです。これは金融を遡っていきますと、その一つ前の試験の二千十九年の六月の試験でも同様に二十七以上正解すると合格でした。ただこれは表でもわかる通り。 27あるいは30といったようにばらつきがあります一定の基準というものはこれは決まってはいません合格率がおよそ3割前後ということになっているんですがこの合格の基準というのは試験の回ごとにそして科目ごとにそれぞれ異なっていますからあらがち一定ではないということこれも合わせて覚えておきましょうつまり二級までの試験であったように6割以上正解すると というような基準というものは設けられていません例えばこの表の中で見ていきますと2019年6月の試験での不動産に33という数字がありますまあ、全体の中で一番大きい数字がここの33ということになるんですがここは33問以上を正解すると合格だったわけですねつまり32問あるいは30問といったように6割の基準では合格できないというふうにもなっている回がありました 一定ではない合格の基準これを確実なものにするためにはではどうすればよいか合格の基準というのは発表はされていないんですがお一人お一人の頭の中で35という数字を少し描いてみてください50問の出題がある中で35問以上の正解をできるようにするということを一つの目安と考えていくんですね過去の合格率を遡っていきますと 35以上正解できたたけれども不合格だっとということはありませんでしたつまり30あるいは3233この辺りのブレというのがありますからそれを少し多く見て35問以上を正解することができるようにこれからの学習を仕上げていくということを考えていきましょう。そしてこのように6科目を科目受験することができるので。 あとはどの科目を選択するかということも踏まえていく必要があるんですねその科目を選択するにあたってということでまあ、ここも受験が初めてという方を中心のお話になってしまうんですけれどもじゃあどの科目を選べばよいかという中でまあ、一つの考え方をお話ししておきましょうまずはできるだけ自分が得意とする科目ここから受験をするということが必要かもしれません 得意な科目の方が当然勉強についてもスムーズに進んでいくでしょう合格も早く得ることができると思いますまずは六科目ある中で得意な科目あるいは自分が好きと考える科目から受験をするようにしてみたいんですねそしてもう一つ言えることはやはり FP としての実務の関わりこことのつながりが深い科目を優先して受験をするということも必要かもしれません 例えば保険の仕事をしている不動産の仕事をしているということになってくれば自ずとそれは保険や不動産の科目を優先して受験するこれがいわゆる実務の経験上活かせる回答に活かせるということにも発揮していくと思うんですね得意な科目や実務経験とのつながりのある科目を優先して選択するということも考えてみていただけたら良いと思いますそしてその上でスケジュールを考えて あまり2つの科目を連続して受験することがないように少し間をもって試験の当日を過ごすということも考えていただけたら良いのではないかと思います次にその2ページの資料の下の方を見ていきましょうここには FP 資格全体ということが左から右にわたって順番に書かれている表になっています この表の細かい点については先ほどの AFP 認定者のお話と重複するところもありますので1点だけこの表の一番下に書かれているコメントありますね。CFP6 FP 科科目合格者は1級、FP、技能検定の学科試験が免除されると書いてあります。これどういうことかというとこの矢印の表でいきますと一番右側のところに上下「CFP 認定者と一級 FP 技能士」とあります。 どちらも FP 資格の上級資格と呼ばれているものなんですがこの CFP の資格審査試験というところつまりこれ6科目を合格した人と考えてください6科目を合格した人は矢印はその下に下がっていると思うんですがこの矢印を見ますと1級の実技と書いてありますね1級の学科というところはここではもう通り越している状態になっていると思います。 つまりどういうことかというと CFP6 科目を合格することによって学科免除残る試験は1級の実技この1級の実技に合格をすると1級技能士になるこういうつながりがあるんですね。もちろん6科目合格者ですから一定の手続きを踏んで CFP 認定者にもなります。CFP FP 認定者ででああり、り、そして1級級技能士であり上級資格を双方有するためには、 CFP の合格の部分から1級試験に進むという方法もここで設けられているんですねそしてこの CFP から進む方法というのは1級の学科試験が免除になりますのでこれもある意味有利に考えても良いと思います1級の学科試験については参考までにお話をしておきますとこれは科目別ではありません2級や3級の学科試験がそうであったように すべての科目を網羅した形での学科試験が行われますつまり CFP 試験が科目別に学習をし受験をすることができるのに対して一級の学科試験はすべての科目を同時に学習をして仕上げていかなくてはいけないその学科試験をここで免除をすることが可能になるのが CFP の試験であるということもこの表の中で表しているわけですねそして CFP の6科目合格者が1級の実技を合格することによって双方の上級資格を得ることにつながるということも併せて覚えておいていただきたいと思います。今度は少しし勉強方法についいいいててのお話もしていきたいと思います先ほどは2級までの範囲ということを十分に把握してお,くたおきたいということも少しお話をしてきました。 その上で CFP 試験の問題ということについて少し掘り下げていきたいと思うんですが1科目50問の問の題題が出題されます。この50問という問題の中で当然科目ごとにその特徴の違いということはあるんですけれども50問全ての問題が今まで2級までの学習から非常に難しくなっているわけではありません。中にには2級までででの学習という範囲で十分に回答できる、 難易度の問題も多く含まれているんですねつまりまずこの合格のための勉強方法として必要なことは試験問題の内容を知るということが必要になると思いますそしてどれぐらいの難易度の試験であるのかということを把握するようにしていきましょう CFP の試験問題というのはその過去の問題集が発売されています学習を始めていけば 当然、過去問題について十分な時間をとって演習をしていく必要があると思いますがまずこれからの学習を始めるその最初の段階で問題集を手に取ってみてどれくらいいいののの問題の難易度でであるるかとととととうううここを確認しておくということも必要になると思うんですね。そして今現在の CFP の学習を始める前の自分の知識であればその CFP の問題がどれぐらいの難しさに感じるのかということ。 これもまず勉強方法の一つ目にやっていただきたいことなんです。そこで非常に難易度が高いと感じれば、やはり学習方法もおのずと細かなところに掘り下げていく必要があるでしょう。一方である程度の問題については十分に回答が出せるということになれば、それに見合った学習方法ということも必要になっていくと思います。このように問題の難易度を知るということも非常に大切になってくると思うんですね。 このあたりの勉強方法、学習方法について、次の資料3ページのところで見ていきましょう。3ページのところは、効果的な学習方法というところになっています。この学習方法の1点目に書かれているのは、重複事項に留意して科目を選択するとあります。先ほど、科目選択をする段階では、それが得意な科目や、あるいは実務関連の科目という話をしましたが、もう1つの関係性は、 このように一つの論点を学習することによってそれぞれの科目どちらからも出題される内容があるということも覚えておきましょうここには一例としてライフリタイヤと金融やリスクの関係相続とリスクや不動産の関係というものが例として挙がっていますただ必ずしもこれだけではありません例えばここには科目名称としては上がっていませんが税金の内容というのはタックスで学習をしたことが それ以外の5つの科目で全て出題範囲の中に含まれてくるんですねタックスと金融であってもタックスとリスクであっても全てその税金関連の問題というところのつながりということがありますですから一つの方法として6科目の中のまず初めての受験科目をどれにするかと考える方タックスの学習をするという方も非常に多くなっていると思いますそして税金の内容をタックスの科目で十分に網羅しつつ 他のの科目でも税金の問題が出たととときににには、はそこここ十分に回答ででるる知識を得ることにつながったということなんですね。重複の項目科目重複の箇所この辺りを少し考えていくのもやはり今申し上げた過去の問題がどのような難易度でそしてどのような傾向で出題されているのかということも十分に過去問題で把握をしていっていただきたいと思います。 もう一つ科目の特徴でお話をしておきますとこの CFP 試験は確かに全てが4択問題ですただ計算をしてその4つの選択肢の中から正しいものを選ぶというものも多くあるんですねつまり必ずしも2級までの学科試験にあったような文章を読んで適切や不適切を選択するだけではありません計算をして計算の結果で回答がどの選択肢であるかということを 選択する計算の問題の多いのはやはり税金関連ですタックスや相続の内容というのはやはり計算問題が多くなってくるんですねこのように計算問題の対策ということもタックスや相続に限らずすべての科目で十分に行っていく必要がありますそしてもう一つ計算問題で重要なのはやはり試験時間とそれから一問に対する回答をするべきですね、えー 時間回答時間どれぐらい費やすことができるのかということも徐々に把握していきましょう単純に計算をしてしまうと2時間で50問の問題を回答しなくてはいけないですから1問に対して要する時間は2分から3分になりますただ複数の計算をしてそして回答し選択するという計算問題では1問で2分から3分で終えないということも当然生じてしまうんですねそこで 計算問題対策ということを十分に行うこの計算問題対策というのは正しい答えを出すと同時により早く短い時間で1問の回答を出せるようにしておくということも大きな勉強方法の対策になっていいくと思います下のところを見ますとテクニックとノウハウというところでやはり効率的な勉強方法ということを何点か挙げています。 一点目は五十問中三十五問程度正解できるのが安全ラインと書かれています。先ほど前のページの合格率の中でもお話をしたように三十五問ということをまず一つの目安として学習をぜひ仕上げていっていただきたいということですね。この三十五問を正解するためにはということを考えたときに逆の考え方もあります。一方で時間が非常にかかる問題 複雑ななな計算をしけければいけない問題仮にこういう問題があったときにその問題は回答しなくとも、まあ、場合によってはそれが正解できなくとも他の問題でこの安全ラインと言われている35問が確実に取ることができればこれも合格にはなるわけですね。つまり50問の全てを解かないということも一つのテクニックと言ってもいいかもしれません。50問問のの中で45問での 正答するその中で35問の正解をするとといいううこででも良いでしょうじゃあ45問はどの問題を回答していくかというのはやはり今までの問題傾向ということを十分に把握して場合によってはこの分野については自分は回答しないということをあらかじめ決めておくということも大切になってくるかもしれないんですね。そして2点目は実務での 重要な事項と試験での重要事項の違いです先ほど受験するには実務とのつながりのある科目を優先的にというお話もしました実際に実務上を行っていることがそれが便宜上簡略化して行ってしまって実務としては成立している場合があるかもしれませんただ実際のルールに基づいた時の方法で試験問題は回答しなくてはいけないわけですつまり 実務で行っていることが必ずしも正しい方法ではないということになってしまうとそれを試験の回答としてしまうとやはり誤りになってしまう可能性もあるんですねそこで試験問題ではどのようなことを問うそしてどのようなことを正解としているのかということも把握していく必要が出てくると思います。特にに CFP FP 試験とといいうのは説明のは方式になっててます FP として顧客から相談を受けた という前提のもとにその相談事例をもとにした回答を要求されているということになっているんですね相談事例を十分に読み込んでおくとその上で具体的な問題に取り掛かっていくということも必要になっていくと思います次に3点目は改正点です6月の試験の法令基準日はその年の1月1日になります 2021年の6月試験では2021年の1月1日の法令基準日ということになりますから具体的にいくと2021年4月行われるであろう改正、まあ、特に税制ですねについてはこの法令基準日の中には含んでいないということになりますこれから CFP の試験の学習を始めてそしてその中に税金の科目を含めている方にとっては もう仕上がっていく段階で4月の改正という時期に差し掛かってくるわけですねところがそこの4月の改正によって施行された内容というのは直接的にはこの6月試験では出題される範囲ではありませんどの時点で改正されていた内容が試験の基準になるかということも十分に把握しましょう特に税制というのは改正されたのは法律が施行されたのは 1>, 1年前場合によっては2年前であっても実際にそれが運用されるのが2021年からというケースもあるんですね一つ前にお話をしたように相談事例に基づいている試験問題であるからこそその試験日この2021年の6月という時期を前提とした問題が作成されてきますその時期で相談を受けた時には当然2021年で どういう税制であるななっているのかということを把握しておく必要があるということですねさらには取材項目については複数回取材されている内容とそうでない項目もありますここも問題の見極めということを十分に行っていく必要が出てくるところですね下のところには講座の簡単な利用方法というものを書いています具体的な講座の内容については cfp と書かれたこの6月試験向けのパンフレットの方ですね、えー、参照していただきたいと思いますけれどもインプットの対策を取るのが受験対策講座です主にテキストを使った cfp 試験のためのインプット講座これを行っていますこの要点テキストというものはおよそ160ページ程度一科目160ページ程度のテキストになります決して厚い 本というイメージはないんですけれどもその内容については試験対策として必要なことが十分に網羅されていてその要点テキストを使ったインプットの講座をまず行うということになりますそしてもう一つの講座が実践演習講座これは過去問題の解説講座ということになります特に直前の試験問題を使っての講座を行いますから今回の6月試験向けの講座であれば2020 2020年の11月の試験問題これを具体的に活用した形でアウトプットを行っていくということになります。アウトトプットということになるので実際には問題をご自身が解いてそして誤ったところを解説を確認するということでその講座の学習の方を進めていっていただきたいところですね。そしてこの講座を2つインプットアウトプットに加えてもう一つが公開模擬試験です。 模擬試験を受験する時期には、もうその学習というのはほぼ仕上がった段階で、その問題の傾向であったり、あるいは時間配分などを確認するということについても、この公開模擬試験の中で活用していっていただけたら良いと思います。すでに科目合格をされている方にとっては、あと自分自身が受験しなければいけない科目が1つあるいは2つというふうになってきている方もいらっしゃると思います。 特に再受験になる方にとって、これは今まで一度受験した科目が不合格であったという方がいたい,いるかもしれないですね。その時の勉強方法としては、受験をしたけれども合格できなかったその試験問題ということを十分に確認していきましょう。そして問題集には具体的な解説ページというものも設けられています。どこで間違えてしまったのかということの問題分析を再受験の場合には、 十分に行っていただきたいんですねそしてさらにもう少しその問題集の中を掘り下げる例えばどういう例があるかというともう分野別に細かく分けて一つずつ仕上げていくということです例えばリスクと保険ということの科目を一つ例にとりますとリスクと保険の科目が最受験になってしまっているというときにその問題集を問題の1から50に向かって通して確認していくのではなくて 分野別に掘り下げる例えば生命保険の分野だけを十分に学習をする次に損害保険の分野を学習するもっと掘り下げることも可能だと思います例えば生命保険の分野であってもそれが個人契約の分野をまず掘り下げるそこを終えたら次には生命保険の今度は法人の契約の分野を掘り下げるそして法人契約の分野を掘り下げれば 当然そこには税制や経理処理という内容も出てくると思います。次には生命保険の税金について掘り下げる。このように生命保険だけをとっても、その中をさらに3つに分けて、より掘り下げて、どこに間違えてしまったポイントがあるのか、苦手なポイントがあるのかということで、細かく分けた形での学習ということで、再受験にはぜひきめ細かく臨んでいっていただきたいと思います。資料は最後の4ページのところ、 簡単に見ておきましょう四ページはまず FP ビジネスについてということでそこには得意分野ダブルライセンスそれから FP の重要性ということを箇条書きにまとめてあります直接的に受験の傾向としてに,につながるところではありませんから参考までに見ておいていただきたいと思いますそして四ページのもう一つは CFP の認定制度です CFP の6科目を合格した後 cfp の認定者になるためには、まだいくつかの流れがあるんですね。ここにあるようにエントリー研修を受講しなくてはいけません。これは e ラーニングということになっています。そして、2点目は実務経験です。通算で3年間の実務経験 fp で学んできた6つのステップについてのいずれかについて、3年間の実務経験を持っておく必要があるんですね。この実務経験というのは合格後ではなくとも構いません。 6科目合格前10年間の間からというふうになっていますから、まず今この CFP の受験に向かって学習をされている最中であっても、何らかの形で FP としての活動、実務経験、これを積んでいっていただきたいんですね。そして実務経験のその具体例というものも、この CFP 認定者になるためには必要になってきます。これらは受験のための学習に並行してできることかもしれませんので、 CFP 認定者になっていくための準備としてはこの辺りも心がけていっていただきたいと思います2021年の6月の CFP 試験に向けて限られた時間ですけれどもその試験の概要や勉強方法そして科目の選択方法などについてもお話をしてきました CFP のパンフレットにはさらに詳しい内容も書かれているところがあります そしてお一人お一人がまず受験に向かうその時期あるいは合格の科目の数これによっての違いということもあると思いますからその辺りお一人お一人のですね置かれた流れの中でより良い結果が発揮されるように学習を積み重ねていっていただきたいと思います。そして CFP の6科目の合格さらには認定者になられて FP としての活躍を早い時期になさることを希望していきたいと思います。 それでは CFP のガイダンスを終わります。